Hey, what's up? 英会話スクールイングリッシュパートナーズのレイニーです。洋楽で学ぶさよなら愛する人。英語ではさよならはグッバイ。愛する人は実は love という単語一つで表現できるんです。グッバイ、love は私の大好きなミュージカル Rent の中の一曲なんです。もう愛する人に別れを告げる歌でこれ以上のものはないかと思います。グッバイ、love、グッバイ、love、came to say Goodbye, love, goodbye.Just came to say goodbye, love, goodbye, love.Goodbye. 会いに行く英会話スクール、イングリッシュパートナーズで検索、オンラインレッスンも始めました。